狩りをする二人のベドウィン・ニコラシカールはフランスの画家である。風俗画や戦争画、オリエンタリズムの絵画を描いた。リヨン国立高等美術学校の教授、校長も務めた。リヨンで生まれた。父親は薬剤師であり、アマチュア画家であった。父親から美術を学び、12歳でリヨン国立高等美術学校に入学し、ビベールやダンギンから版画を学んだ。 1861年に、ディオンの美術愛好者協会の展覧会で、絵画、版画で一等を受賞した。1865年から1868年の間は、ディオンの装飾画家、アントワーヌスブレの工房で働き、1869年に23歳で、サロンドパリにデビューした。不仏戦争が始まり、絵の修行を中断し、 兵士に招集されパリ防衛の任務に就いた。この時の軍務の経験から戦争を題材にした絵も描くことになった。1872年からリヨンとパリの両方の展覧会に出展し人気のある画家になり、批評家の評価も高まった。スペインも旅した。1881年に父親が亡くなり、リヨンに戻り、その後はリヨンで活動した。 1882年に結婚した。リオンの美術団体や画家協会に入会し1888年にリオン美術館の諮問委員となり、リオン国立高等美術学校の教授になった。1894年に校長に任じられた。目が悪くなって1918年に校長を辞めるまで美術学校は4人の学生がローマ賞を受賞するなどの成果を上げた。 1900年にレジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。